6月27日、宇多津駅にて中学生によるヘルメット着用キャンペーンが実施されました。このキャンペーンには栄出警察署と宇多津中学校の交通委員会から8人の生徒が参加しました。生徒たちはヘルメットを着用しながら宇多津駅を利用する学生や社会人にヘルメット着用を呼びかけるチラシを配布しました。令和5年4月1日から自転車のヘルメット着用が努力義務化しましたが、まだまだヘルメットの着用率が低いということで、自分たちにできることをしたいという思いから今回のキャンペーンが実施されました。また今回のキャンペーンが初めて学校外で地域の方々を対象にした活動となりました。まず宇多津中学校では全校生が交通ルールを守れるように月1で交通委員会で活動内容を話し合って取り組んでいます。ヘルメットを着用することによって命の安全を確保することができると思い、こういう活動に参加しました。今年からの努力義務化はとても 命の安全に関わることでとてもいいことだと思います。やはり香川県民の自転車を使用する人はヘルメットの着用がまだできていないと思うので、まずはヘルメットの着用をして自転車を利用することができるような呼びかけを今後していきたいです。生徒たちは今後も安全で安心な街を目指して活動を続けていくとしています。